天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。んんは私たちのボイスは届いたんかいな。天才ピアニストの竹内です。私たちなら届けれるはず。ますみで。ええ <laughs>、そういう私らならみたいなことじゃないんですよ。私らにできないことはないという気持ちでいたい。<laughs> そう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 その通りなんだけども、うん、あのねこれ何の話かというとね、あの深夜おでんの。はい。 戦回記念でクラウドファンディングさせてもらった時に、うんはい。えっと、いろんなね、リターンをご用意しておりましてね。そうなんです。あの、多分これの生配信とかでもご案内したと思うんですけれども、はい、えっと、まず一つが、あの、サイン入りチェキ。はい。 そしてもう一つがお名前入りボイスメッセージそしてもう一つがステッカー番組ステッカーなんですけどこれのね皆さんちょっと長らくお待たせしておりましたけど発送しましたのでまもなく皆様のお手元に届くはずだとそうですボイスもメールで送ってるんですよねはい22日に5月22日中に送っておりますのでまあ即日届くことはないので23日後ぐらいには届くと思いますのではい ぜひぜひあの受け取っていただきましてステッカーなんかは好きなとこに貼り付けたり,だ、はい、なり挟むなり、ね、いっぱい買ってくださった方は配りまくなり。 そう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 、巻き散らすなりね、はい、していただきましてですね、うん、で、ま、万が一、ちょっと何日だの届かへんなとちょっとあまりにも遅いなっていう場合はですね、ク、はい、ラファンのメッセージ機能がありますので、はい、そちらの方で問い合わせていただきましたら、うん、あのー、もしかしたら、あの、なんていうの、住所の送っていただいたやつが足りなくて、うん、送れてないとか、いろいろ、いろんなパターンが想定されますので、はい、あのおかしいなと思ったら、ちょっと早めにご連絡いただければ。ね、発送しておるので 入れば発,発送しておりますというふうにあのお返事しますので、はい、よろしく問い合わせていただければと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさんのね応募いただいてステッカーもはい完,しし完売しましたしね嬉しいですよね。ボイスメッセージとチェキクに関してはもう割とすぐにね、そう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 もうほんまに二三分で完売してありがたいことでね。そうですよ。ボイスメッセージ楽しかったですよ一人一人にね。ね一応違うメッセージを入れさせていただいております。そうそうそうちょっと深夜おでんの味がする。うん。 あの風味のね,ねメッセージというかね、はい、えー、そうなんです。然あの皆さんちょっと楽しみに待っていただけたらなと思ってる。ちょっとね、はい、あのここではちょっと公共の電波なのでお名前までは言えないですが、はいはい、あの送り先の住所が記入されてなかった方がいらっしゃるんですよ。うん、なるほど。なのでもしお心当たりの方は何度かねちょっとクラファン自体で、はい、吉本からメールは送らせてもらってるんですが、はい、そっちの方も返信がないということで。 はい。ちょっと今一度チェックしていただければ。はい。遅れてない方がいらっしゃいます。はい。一名だけ。確定でいます。確定で一名だけいるんで。ちょっとあの、確認していただければと思いますので。はい。我々から直接ご連絡するということができないので。はい。すいません。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞって感じで。お楽しみに。お願いします。感謝やね。感謝やね。その、導かれてやるのは違うんだけれども。 不意なタイミングで押したいんですけれども皆さんどうですかもうねマスクを外す感じになってきてますやん世間がねみんな順調にやれちゃう失恋とかしてるんちゃうあなるほどなだってさこの年前ね KBS ラジオのニュースでも取り上げたと思うんですけどほんまにマスク外すの嫌やみたいな学生さんとかでももう顔の関心を見られるのが嫌だみたいなもうすごいことよなそれって顔の。 半分見られたくなないいいそそんん時代があっていいんでですすかとそうですよねだから今までだったらさややから嫌や、うん、まだ化粧してないからちょっとマスクしときたいとかさ、うん、そういうのはあるけどシンプルに顔を見せるのが恥ずかしいっていう、はい、アイメイクしかしないみたいなね、はい、そういった若い人たちが増えてるらしいじゃない増えてそれでさもうマスク状態で入学し、うん、式を済まして、うん、そのまま学校生活をし、うん そして学校生活の最後に取らなあかんなんてことがあったら要戦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 ね逆にでもさその逆にっていうか思春期、うん、10代半ばとか後半ぐらいの方がね、うん、そのマスク時代突入して、うん、まあ化粧を目覚めたりとかさする時期にそういうがっつりコロナやった人たちは、はい、ほんまにその精神的にもマスク取るのめっちゃきついやろなっていうのは分かる気するよなめちゃくちゃわかりますよ、うん ていうかあのそういうもうあの顔はいはいはい宗教的に宗教的にあの布はいあの環境でさあの方たちはさずっと暮らしてたらさもちろんバッテリーとんのめっちゃ抵抗あるやんもうだから裸と一緒やろそうやね正直でもさそれに近い状態になってるものみんながマスクしてるのが当たり前やったらそうそうそう同じ感じ顔を出さへんっていうのが当たり前になってるからそれを外すっていうのはほんま服を脱ぐようなうん 衝撃ですよね。せやねん。ほんま、ほんでさ、これもう前も言いましたけどもね、はい、あの、やっぱ電車とか街中でね、はい、やっとマスクを外して私の顔をみんなに見せてあげれるわ、みたいな顔してるやつおるな。まだまだいてるよな。あれないやっぱりね、うん、イケメン美人から順番に外していってんで。やっぱり目立つ目立つ特に電車の中、電車の中ってちょっと、うん、あの、普段、 歩くとき外してても、ちょっとしたいじゃないですか。密着的に、うん、密やから。うん、その中でもね、こう、ツンツンと右を向いて左を向いて、うん、私の両サイドを見てくれと言わんばかりの。あそうやな結構男性もおんねん。あ、そう、私、あんま男性でそういう方巡り合ってないけど。あ、そう。女性はやっぱり。女性はでもコロナ真っ最中からいましたよね。おったおった。うん。見てくれ、私の顔を。うん。なんかまあ、いやもう偏見になりすぎるからやか、やめとく。 いい意味でブランド物の紙袋持ってる <laughs> いい意味でやろ分かる分かるそうやなそうブランド物の紙袋は持ってます持ってるわなよなそうそうブランド物の紙袋かちょっとうんやろそのお店の悪いとここと言いたくないから名前までは言いませんけどんちょっと可愛らしい何ちゅうの ロリータ系ファッションのお店の服とかね,とかねまあロリータまでいかないけどいい意味で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 ,いい意味でそうやねあれ,あれはほんまにそのいいんですよもうね外していいですよもう外していいしあの顔を見てほしいっていう気持ちもあるこっちも見たいしねそこっも見たいしただ顔を見てほしいっていう気持ちは本当にバレてるよっていうことだけ、うん、そのバレてへんみたいな顔してるからはいはいはい みんなねっていうかもしれないけど、うん、その顔見てほしいのはバレてるよ、まあ、漏れなく自信ある感じは、ね、めっちゃ自信ある感じ結構私はね男性も見るんですよ<ー>ええー、ほんでちょっとこうなんかその人はねそう,そういう人ってそうやねこう姿勢がよくてね、うん、なんていうのう顔を突き出してるというか 俺の顔を見てくれと言わんばかりのあ,あ、そう。ね、ちょっとキョロキョロして、うん、みんなの視線が集まってることを分かった上で二日酔いのおじさんなんかはマスクしてるわけ全員 <laughs> 二日酔いのおじさんもいいし <laughs> 二日酔いじゃないおじさんも <laughs> マスクしてる深めに。うん。見てほしくないから顔ひげ、ね、も剃ってへんやろしうわー剃っといてこれそうそうち,ょちょっとね暴れ出してるな、うん、だって今までね、うん、そういう顔の下半身も自信ある人たちって損、うんはい、うしてたんですよ 上半身だけ可愛い人たちと差がつけられへんかったんよ分かります目元だけの可いいか知らんけど私はほんまは顔のもべっぴんやとそうやねんかみんなごまかせてるけど私はごまかしてないねんほんまにちゃんと可愛いねんっていうところを見せられなかったわけじゃないですかそれがやっと今見せれる時代が帰ってきたお披露目時代に突入したからもうたまりかねてる皆さんがねうん とって歩いてるしね。なんか前前も言ったかな。その人間って私目と鼻が綺麗やったら別ピンさんイケメンやと思ってたんですよ。言ってないか。うん。なんか他のラジオで言ったのか,、ね、かな。そう目元と鼻が綺麗やったらイケメン別ピン確定やと思ってたんですけど、そんなことないなっていう。 まあ後半で全然その逆転ありますよねそう挽回してくるよな <laughs> だからあなたはやっぱコロナ禍に大事件起こってるからやっぱ口元を見て失恋するっていう,いそう,そう勝手にねそうありましたからね何からほんまにねマスクギャップ怖いなでもその点マスク外して予想上回ってきた時の衝撃ったらないね、うん、でもさ なんかやっぱりその人間って美化する脳みそがあるのか目鼻立ちと髪型服、うん、トータルで見て、うん、その口元だけ見てなくて結構いいように多分ね脳が計算するのよそうです、ね、最高の状態をそれを上回ってうわーってなったことまだないわ最高私は最高の状態上回るというよりかは、うん、まあ外して予想通りやったら万々歳じゃないですか、うん、そうやねでもう最近はそのマスクあるあるに慣れてきて もう絶対下回ってんやろなって分かってるから外した時にうわってなるっていうパターンもあったっていうあえてハードルを下げるっていうね下げ気味で見てるからその予想通りもしくは思ってたちょっと下めに予想してるからもうそれ超えてきたらおおっおすごいっていう感じになるねそうありがたいねでもなんか楽しいよなちょっと楽しいなめっちゃ楽しいなんか あの言ったらスタッフさん漫才劇場のスタッフさんとかももう結構外し出してるというかもう外していきましょうみたいな。劇曲の方とかもね今までずっとマスクでやってた方がそうどんな顔してはんのやろってめっちゃ楽しいそうやなおおなるほどねってあそっちタイプかっていうそうやねあひヒゲ生えてる系やったんやとかとかヒゲ生えてる人結構やっぱ最近多いからヒゲ生えてるやろなと思ってそうしたらツルツルなんかいみたいなああそっちもあるなうん その点さ漫才劇場の支配人はさ予想通りの顔じゃないマジで予想通りなあもともと知ってるっていうのもあるけどなもともと知ってるけどんかあんま印象なかったな私顔のあそこ真弓ちゃんはやっぱ真剣に向き合っても真剣にやっぱイケメンやからごめん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 あそうかそうか私マスクなんかランチみたいなでねお食事ご一緒した時にあっ めっちゃ予想通りの顔やって思って感動したそうやなあの目がシャープな感じにぴったり合うちょっと口もなんていうのちょっとだけねみんな知らんのに鳥っぽいんかなこうシャープな感じうわまあそうっすね全体的にシュッとしてる感じそうですね予想通りでありがたいありがたいっすね予想通りの人ありがたいわいや予想外の人もありがたいねせやねんうわありがとうな大道展開士みたいなねいい意味でやろ うわ、ん、スいちゃいそんな人がおるからマスク取るの怖いねこんなピエロみたいなやつがおるからいや <laughs> 私もね言われたことあるんですよえ大大んをん返してえ大大んをん返してかマスクしてる方が可愛いなってめっちゃマシい,、ね、いやでもこれ言わん方がいいかな名前はなそれ言った人おいおいってなるかいやええやろ別にそんなえささん,サスケさんえっ 助けとすな妙子の s a s さん <S ああなるほどな、うん、ちょっとあのー、はっきり言ってきたんやそうそうマス,ミマスクしてるからかわいいない <laughs> <laughs> はっきし言いすぎはっきしとマスミちゃんってそうなんやなあおやすみチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう